相模玉縄城に来ています。こちらですね、鎌倉に近い場所なんで、大船からのが近いですね、むしろね。こちらは今年2回目です。入口ですね、大学の敷地内になりますので、入り口で、許可というか申請書を書いて、それで、ここの敷地内に入ります。入り口に鍵かかってるんで勝手に入ることはできないですね。でお城周りはですね、南側の方もありますので、そちらはまた別な動画を撮りますので、こちらはちょっとお城中心にお話し紹介したいと思います。すでに息切れ状態ですけどね。こちらが清泉女子大ですかね、大学の敷地になります。結構大きい城なんですよね。ちょっと落ち着いてから話します。もともとはですね、こちらはお城っていうのはなかったんですけども、この小高い山の上にですね、相模進出を狙う北条早雲が1513年頃、築城したと言われています。そもそもですね、鎌倉に、城っていうとなんかイメージが湧かない方もいるかもしれないんですけど、鎌倉の、城周りというかですね、外郭を成した、山地の一角にあります。最初にですね、息子の、北条氏時をこちらに城主に据えてですね、早雲の狙っていた三浦半島の三浦市、その後は、房総の里見市などにですね、対しての構えということで、玉縄城主というのは代々、その後ですね、北条家でも、かなり重要な位置を占めていて、一門の方がほとんど、入られてますね。二代目がですね、為政子になるんですけど、この方は22歳ぐらいで若くして亡くなってますんで、三代目の綱重公が結構有名ですよね。こういった城地といってもですね、今こちらが鎌倉の方ですね。はい。ここにも書いてありますけども。ここ諏訪段っていうとこですよね。段というのは郭の一つにはなりますけども、そんなに広くはないですね。あとあちらに櫓台の跡もあるんですけど、ちょっと遺構としてはですね、ちょっと少ないかなっていう感じはしますよね。ここを拠点にしたのも、こういった見晴らしがいいというところがまずあったのと、鎌倉防衛の、要はですね、もともと水軍の城の拠点としようとしていたようですよね。それでこちらに作ったと。もう鎌倉を望む、海を望む方にありましたんで、水軍の拠点という形になります。今の諏訪段のところは、高いところにはあるんですけど、その先のですね、ここから降りていって左の方にですね、本丸というかですね、今下ってるんですけど、これは今校庭になってるんですけど、そっち降りちゃいます。でその先も七曲がりの上のところにぶつかるんですけど、こっちからは出ることはできないですね。ですからここは見学する方は申請書を書いて、ここをぐるっと回って一周して帰ってくると、そういう形になりますね。ここで一回ちょっと降りるんですけども、ですからちょっと整備された城郭ではないので、ですね、ちょっと道がよくわからなかったりするところもありますので、この辺なんかもね、道だかなんだか、空堀ですよね。奥にですね、反対側からちょっと入れるのもありますので、ちょっとここは橋が渡ってるような感じですよね。こういう感じでですね、はい、そこに旗が立ってますね。向こう側もあります。そこもこういう感じですね。見晴らしがやっぱりいいのと、ここに立てこもることによってですね、鎌倉、そういった部分をですね、見渡せるという形になりますよね。で玉名城はですね、北条小田原が滅亡するまでですね、結構、
最後まで持ちこたえた城の一つにはなるんですけど、まあ、結局開城して、降伏するという形になります。最後は城主は北条氏勝公になりますけど、この方は生き延びてですね、江戸時代は、まあ、藩主、になっていますね。だから一番活躍した、綱重公に関しては、まあ、こちらと、まあ、川越城の戦いで有名ですけどもね、こちらでも一本ビデオをちょっと作っておきたいと思います。なかなかちょっとご紹介する場所が少ないんで、あと入り口 の七曲りとかですね、門の方は別途写真とビデオで紹介しますのでよろしくお願いします。以上、相模北条氏の拠点の一つになった、鎌倉にある玉縄城